はい、今日もあなたと役所天国、本日は5月の30、30まで来ましたね。はい、ということでね、今日はいい天気な感じですか。はい、ということでね、この辺が一番手の、かぼちゃですね。はい、いい感じで予定通りですね、準備したね、麦マルチね、もうね、いい感じでこうやってね、どんどんでかくなって、麦マルチの上にね、かぼちゃの実がなってくれればいいわけですよね。防草シートとね、麦マルチ、こんな感じですよね。家庭菜園講座でもね、お伝えしているように、防草シートでね、基本的には畝間はね、管理したり、ビニールマルチね、かぼちゃの上には防草シートがいいので、あの下にはね、防草シートがいいわけですけど、全部防草シートだとね、とても防草シート高いですからね、特に端っこなんかの広い場所はね、防草シートでは1メートルですから、それより広い場所はね、こうやって麦マルチを使うっていう、これも一つの手なんでね、覚えておいていただければということですね。もうちょうどつるがこうビヨーンとね、こうやって伸びてきますので、はい。多分ね、明日ね、また金曜日で出荷ですけど、ようやくね、きゅうりとピーマンが連続出荷になるかなという感じですね。ピーマンもぼちぼちいい感じの大きさになってきて、あとはナスですよね。こっちが千両、こっちが庄屋大長なんですけど、これが最初のナスのね、一番って、あちらがちょっとね、イノシシに踏み荒らされてますけど白丸ナスとか、丸ナスとか、バナナピーマンとか、一応場所はもうね、用意されてるんですけどね、病気が広がるんだったらここに植えてもしょうがないんで、今ちょっと様子を見てるんですね。一応まだね、花は咲いて、ただどうがね、ね、病気出てる感じはしますよね。この辺そうですよね。これね、もう病気がついちゃったら、ここがね、もうウイルスが入っちゃってるのでね、どんどん伝播していくだけですから、どうですかね。いずれこの辺全部そうですよね、これね。いやー、ダメかもなね。あの、なんとなくっていうかね、こうなんとなくできてるじゃダメなんですよね、ナスってね。いずれね、長期取りでやっていくので、4ヶ月とかね、長期でやっていくので、今の時点でこうやって病気が出てれば多分アウトですね。ああ、ダメだな。さあ、参ったね。ということは多分もうダメですね。ね、農業ってね、こうなんて言ったらいいんでしょう、即断即決なんですよね。ゆるりとやってるように見えるかもしれませんけど、一日の間にたくさんの決断をして、例えばこのね、ナス、これ今今日見てるじゃないですか。見て、あちら側にね、次のあのお盆以降の秋まで取れるね、ナスを植えるかどうかを今決めるんですよね。で、結論はダメってことですね。もうこの場所はダメなので、オーガニック不耕起でちょっと植えて、もうハウスで作るね、感じになりますか。あ、ダメだな、これはねえ、皆さん。ということで、まだ全然一個もナス取れてないけどね、取れる前でこれでもうほぼ全滅ってことですね。ピーマンは多分いけると思うんですよね。ピーマンとナスはね、食性が違うというかね、かかる病気が違うので、横にあっても大丈夫ですね。だからバナナピーマンとシシトウは植えてもいいかもしれない。だから横はバナナピーマン、シシトウで、ナスはちょっと他のところで植えるなり、袋栽培するなりしようかなという感じですね。6月にそれをもうやってしまわないと、来週から太陽熱マルチ入ってきますね。なので、太陽熱マルチはまあ2回3回と分けてやっていくのでね、まあ1日で、昔と違ってね、畑が狭いのでね、僕の友人たちとか見てるとね、8ヘクタールとか10ヘクタールだと1日太陽熱マルチ張りっぱなしと今日は何キロ張ったとかっていうレベルでね、 Facebook とか見てるとやっちょるなって感じなんですけど、僕はもうそんなにね、1ヘクタール太陽熱マルチっていうのはないですけど、でも何単かにはね、やっぱ何単かは太陽熱マルチ何十本と張っていかなきゃいけないんですけど、で、来年の、ね、春人参もそうですし、それで今年今やってますけど、夏専用の刃物ね、を今耐熱マルチでやってみて、やっぱりそこそこいいんですよね、やっぱりね、うん、でちょっとコツをつかみましたんで、耐熱マルチを使うことで刃物系ですよね、は
もしかしたらかなりの割合で耐熱マルチを使うことになるかもしれないと思うと、例えば普通のほうれん草とかね、草が生えてくるとちょっとね、よろしくない葉物、ラディッシュとかルッコラとかは別にトラクターかけてそのままビャッとやればいいんで、端区でね走ればいいけど、ちょっとね、カブ、チンゲン、ほうれん草、このあたりはね、やっぱり草生えてくると収穫も面倒になるので、全部耐熱マルチを使うかとなると結構な量をね貼らなきゃいけないということになるので、耐熱マルチがねもう次の段階に入ってきたなという感じはするんですが、それはいいんですけど、このナスどうしようって多分ダメですねこれ本当。だからね思うんですよね、畑をこれだけねどんどん何箇所も変えてね、3年前からよろしくなかったので、だからなんて言ったらいいんだろうね、この土の組成も違うでしょ、畑もこれで何箇所も、だから土の問題、土のまあ問題ではないね、全然畑ね違うところを持ってきて、ここがもう最後の決め手なんですよね、あの腐葉土を使ってねこれでできないっていうことは、多分ねなんだろうね、なんかやっぱりこう地域の問題というかね、こうこの地域の何かなんだろうと思うんです、何かがずれている、合わない、これは本当にね、私も千葉でやってた時は那須に、まあね十何年やって、まあその前は神奈川ですけど、那須で困ったってね、5、6年に1回ぐらい、だからまあ十何年、まあその間千葉でね十数年やって2回ぐらいですかね、ナスがちょっとでも普通に出荷はしてるのでね、ちょっと出来というか、例えば最盛期になるとね 5コンテナ6コンテナと取れるわけじゃないですか、ナスなんかね、正直言ってもう最盛期は捨てるしかないっていうね捨てるけどもがなきゃいけないっていう状況でね千葉時代をやってましたけど、ちょっと少ないなっていうね、ちょっと収量があらっていう時は何回かあった記憶あるんですけど、できないってことはないんですよ私自分なりに得意な方だったんですね、ナスはね、よくできて、で正直ねこれはね俺のせいじゃないです、だから百姓がそれ言っちゃったらおしまいなんですけど、これだけ工夫してね、いろいろまあ自分なりにこう考えて対策というか、まあそんな対策っていう大したあれじゃないですけど、考えてやってもできないというのはこれはもう俺のせいじゃないですね、はい、多分なんでしょうね、やっぱりだから地域の問題って言っちゃうとねあれですけど、なんでナスができない地域っていうのはどういう意味合いなんだろうねって感じがするけど、でも実際こうやってねできないよね、まあ僕にとってはね、なぜできないかとか、原因を追求する意味合いなんてないんですよ、できるかできないかたったそれだけなので、できないとなれば意味ないんですよ、原因を追求したってね、なんていうんですか、まあ追求したって意味ないっていうのはあれですけど、考えてもしょうがないんですよね、できるかできないかだけのことなので、で多分どこ持ってっても多分ここで、ここがもう最後なんですよね、ここでできなければ多分もうここより上のって言ったらあれですけどね、土ができてそうな畑の場所はありませんので、一番いいところをずっとナスでこの3年間回してきてるのにできないってどういうことって話なんですけどね、でここのところはしっかり雨が降ってね、雨が降ってくれればナスは喜ぶので、で今日みたいにねこうやってしっかり照ってくれれば何の問題もないわけですけど、普通これでね元気にわーさーっとね6月頭からバンバン取れるっていうのが普通なんですよね、ナスっていうのはね、で6月7月この2ヶ月が最盛期を迎えるわけです、ナスっていうのはね、ここでまあバッカンバッカン取れて、8月ねお盆に入ってからちょっと落ちるけど、それは後半戦のやつでカバーしていくっていう、まあうちはいつもそんなような作戦なんですけど、どうにもなんないねこれは、もう全部に広がってるね、はい、病気は、はい、こういうのってね多分でもナスの病気は農薬使ったってダメなんでしょ僕はいつも使ったことないですけど、なのでねまあちょっとナスがないとセットが本当にね夏はね組みにくいんですよね、この2年間ねずっとちょっとナスほとんど去年とかも出してないですからね、弱ったもんです本当にね、今年はジャガイモもあまり良くないしね、やっぱりナス科が一つあれなのかな、鬼門かもしれないこの地域はね、はい、
その分ね、ちょっとあの幕は売りとか、あのちょっと余計にはあの作って植えてあるんですけどね、その辺で。だけどね、売りかっつったってね、お客さんはやっぱりナスとかね、あのジャガイモもそうですけど、喜ぶ野菜っていうのがねありますんでね。いやー本当になんだろうね、ナスだけ関東で作る本当で作ってもいいけど、配送で送ってもらうわけにもいかないしね。多分あの月に1回行ってるあのあそこの関東の畑だったら別に普通にできるんだと思うんですけど、なんでできないかね、これ理由がわからないね、でも多分これはもう土の問題もなければ、あるいはこの俺の問題でもなければね、農園主の性格がちょっとおかしいっていうことが作物に反映している可能性はゼロじゃないですよ。ゼロじゃないね、ゼロではないですよね。だからそういう悪の強い野菜ができてしまうのは大変致し方ないんですけれども、それは否めないんですが、でもそれがこうそこまで強く影響してるかっていうとね、そうでもないね。そんなこと言ったらもうやる意味ないじゃないっていうね。はいはい、ということでございまして、なかなかやっぱりねちょいと難しいね、今年で一回結論を出さなきゃいけないね、3年目ですからね。はい、だからまあナスを取りやめるわけにいかないんで、もうハウス専門でね、じゃがいももそうですけどね、一部もうハウスの中で袋栽培、じゃがいももしますしね。でナスはもうハウスのみで作るかですかね。はい、だからあのいわゆる観光栽培のようなね、方々がやってるね、あのナスをハウスに植えてみたいな。ただまあ僕はどうやるかね、そんな、いやいや、ここに来て結構大変ですね。はいはい、ということでございまして、以上ね、順調なものもあればね、かぼちゃなどは順調ですけど、まあまああのいい時もあれば悪い時もある、ね、それがまあ農業ですけど、ただ我が農園の場合はね、収量のあれによって、まあ売上とか数字とかね、あのそういうものは一切変わりませんのでね、我が農園はそういう意味ではね、それであたふたしていては専業農家としては失格でございますので、まあこれでもこういうね事態っていうのは畑の中で起きることっていうのははっきり言わせてもらえれば大したことではありませんね。畑の中が原因で離農したりね、何か売り上げが落ちたりということは基本的にはありませんね。それをやってるようではプロとは言えませんよね。普通ね、本当にあの存亡の危機が来るということに関しては大体において畑の外からやってくるものでね、はいはい、以上でございました。それではまた。